リサと音羽の二人の女子からアプローチされていた前が、最終日の告白で、音羽とカップル成立した、動画。前、音羽とカップル成立、マジ大好きです。毎週月曜日夜10時から放送中のアベマ、今日、好きになりました。通称、今日好き。11日は新シーズン、小夏、編最終回が放送された、今日好き、とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介、ノンスタイル、カス、本田仁美、AKB48、ダホ、フィッシャーズ、女子メンバー、継続。ゆいな、こうさん、大阪府出身、初二次編、さつき編に参加、新規。あゆ、高畑まゆ、こうさん、北海道出身、りさ、坂本りさ、高二、千葉県出身、音羽、田口音羽、こうさん、鹿児島県出身、瑠璃、三浦樹齢、こうさん、大阪府出身、男子メンバー、新規。春、新谷優、こうさん、神奈川県出身、裕次郎、上野裕次郎、こうさん、大阪府出身、小太郎、蓮池小太郎、こうさん、大阪府出身、前、内田前、こうさん、熊本県出身、継続。大春、大木春香、こうさん、群馬県出身、初二次編に参加。前、三角関係に終止符、リサに、ごめんなさい。旅の当初から全一筋で、気持ちをストレートに伝え続けたリサ。なかなか振り向いてもらえず、辛い思いもしながら、最後までめげずに前を誘い続けるなど、精一杯に奮闘していた。ある、一方で、前とお互いを第一印象に挙げていた音羽は、一時は春からのアプローチに揺れつつも、二日目で同じグループになった小太郎のナイスアシストにより前に絞ってからは、積極的なアピールを継続。二日目の夜の花火では互いに気持ちを伝え合い、早くも成立を確信するようなシーンも覗かせた。前の前でリサは、2泊3日長い間一緒にいてくれてありがとう、と感謝を伝え、続けて、前くんの好きなところは、みんなに優しくて紳士的で、ちょっとお茶目なところがだんだん可愛く思えて、惹かれていきました、と心をつかまれたことを10回。さらにリサは、正直嬉しいこともあったけど、悲しいこともたくさんあって、と辛かったこともとろしながら、でもそんなの忘れちゃうくらい、一緒にいると心地よくて、笑顔になりました、とにっこり。緊張で時折声が震えつつも、この旅で前くんを好きになってよかったです。大好きです、付き合ってください、と精一杯の思いを告白した。このリサの告白に対し、前はごめんなさい、と頭を下げると、リサとはめっちゃペアになったりしてたくさん遊んだ、と振り返り、リサの優しさもめっちゃ嬉しかった。アニメ好きとか言ってくれたりして、気があったりして楽しかった。けど、ごめんなさい、と結論。うっすら前の答えを予感していたリサは、はい、と頷くと、真っ赤な目をして、涙ながらに、聞いてくれてありがとう、という感謝を述べると、たくさん手を振って、その場を去った。